こんにちは。今日の講義は書籍ビジネスモデルジェネレーション、ビジネスモデル設計書ビジョナリー、イノベーターと挑戦者のためのハンドブックです。この本はビジネスの世界に革新をもたらす画期的な一冊として注目を集めています。アレックス・ウォスター・ワルダーとイブ・ピニュールによって表されたこの書籍は、ビジネスモデルを革新的に設計するための実践的なガイドブックとして世界中の企業やコンサルタントに活用されています。本書の特筆すべき点は、ビジネスモデルを視覚化し体系的に理解設計するためのビジネスモデルキャンバスというフレームワークを提供していることです。このキャンバスを使うことで、複雑なビジネスモデルを9つの要素に分解し、顧客、販売チャネル、パートナー、収入の流れ、原価構造などを深いレベルで理解することができます。これは新しいビジネスを立ち上げる際はもちろん、既存のビジネスモデルを見直す際にも非常に有効なツールとなります。さらに本書の魅力は、単なる理論書にとどまらず実践的なガイドブックとしての機能を果たしていることです。45カ国470人による実例を豊富に掲載し、世界中の主要な企業で実際に使用されている革新的なテクニックを紹介しています。これにより読者は理論を学ぶだけでなく、実際のビジネス現場での応用方法も学ぶことができます。それでは本書の構成について詳しく見ていきましょう。本書は大きく5つのセクションに分かれています。まず第1セクションでは、ビジネスモデルの定義と9つの構築ブロックについて解説しています。ここではビジネスモデルキャンバスの基本的な概念と使い方を学びます。このセクションは本書の核心部分であり、以降のセクションの基礎となる重要な内容です。第2セクションでは、ビジネスモデルのパターンについて詳しく説明しています。アンバンドルビジネスモデル、ロングテール、マルチサイドプラットフォーム、フリー戦略、オープンビジネスモデルなど、現代のビジネス界で見られる主要なパターンを豊富な事例とともに解説しています。これらのパターンを理解することで、自社のビジネスモデルを客観的に分析したり、新しいビジネスモデルのアイデアを得たりすることができます。第3セクションはデザインに関する内容です。ここでは顧客インサイト、アイデア創造、ビジュアルシンキング、プロトタイピング、ストーリーテリング、シナリオなど、ビジネスモデルを設計する際に役立つ様々なテクニックを紹介しています。これらのテクニックを活用することで、より創造的で革新的なビジネスモデルを生み出すことができます。第4セクションでは、戦略的なアプローチについて解説しています。ビジネスモデル環境の分析、ビジネスモデルの評価、ブルーオーシャン戦略との統合、複数のビジネスモデルの運営など、ビジネスモデルを戦略的に活用するための方法を学びます。このセクションはビジネスモデルを単なる設計ツールではなく、戦略的な武器として活用するための知識を提供しています。最後の第5セクションでは、ビジネスモデルのデザインプロセスについて詳しく解説しています。ここではこれまでのセクションで学んだ知識やテクニックを実際のビジネスモデル設計プロセスにどのように適用するかを学びます。このように本書は理論から実践までビジネスモデルに関する包括的な知識を提供しています。特にビジュアルを多用した分かりやすい解説や豊富な事例研究は、読者の理解を深めるのに大いに役立ちます。本書は新しいビジネスを立ち上げようとしている起業家はもちろん、既存のビジネスモデルを見直したい経営者、イノベーションを起こしたい企業の開発部門、さらにはビジネスコンサルタントなど、幅広い読者にとって価値ある一冊となっています。本書のもう一つの重要な特徴は、そのインタラクティブなアプローチです。ビジネスモデルキャンバスは単に読むだけでなく、実際に手を動かして作業することを推奨しています。これはビジネスモデルの設計をより具体的で実践的なものにするためです。キャンバスを使ってアイデアを視覚化し、チーム全体で共有することで、より多くの視点を取り入れ、創造的な解決策を見つけることができます。また本書はビジネスモデルの変革を進めるためのステップバイステップのガイドも提供しています。これにより読者は自分のビジネスモデルを段階的に改善し、進化させる方法を具体的に学ぶことができます。例えば現在のビジネスモデルの評価から始まり、新しいアイデアの生成、プロトタイピング、
そして実行までのプロセスを詳細に解説しています。これにより、理論だけでなく、実際のビジネス現場での応用が可能になります。さらに、本書はビジネスモデルの革新におけるリスク管理の重要性も強調しています。新しいビジネスモデルを導入する際には、必然的にリスクが伴いますが、本書ではそのリスクを最小限に抑えるための方法やツールも紹介しています。例えば、仮説検証の手法や、リスクを分散するための戦略などが具体的に説明されています。これにより、読者は安心して新しいビジネスモデルに挑戦することができます。また、ビジネスモデルの成功事例だけでなく、失敗事例も取り上げている点も本書の特徴です。成功事例から学ぶことはもちろん重要ですが、失敗事例から学ぶことも同様に重要です。失敗事例を分析することで、同じ過ちを繰り返さないための教訓を得ることができます。これにより、読者はより現実的で実践的な視点からビジネスモデルの設計に取り組むことができます。本書はまた、デジタル時代におけるビジネスモデルの変革についても触れています。インターネットやデジタル技術の進化により、ビジネスモデルも大きく変わりつつあります。本書では、デジタル時代に適応するための新しいビジネスモデルや、デジタル技術を活用したビジネスモデルの設計方法についても詳しく解説しています。これにより、読者は現代のビジネス環境に適応した最新のビジネスモデルを学ぶことができます。本書は読者が自分自身のビジネスモデルを評価し、改善するための自己診断ツールも提供しています。このツールを使うことで、自分のビジネスモデルの強みや弱みを客観的に評価し、改善点を見つけることができます。これにより、読者は継続的にビジネスモデルを改善し、進化させることができます。ビジネスモデルジェネレーション、ビジネスモデル設計書は、ビジネスモデルの設計、評価、改善に関する包括的な知識と実践的なツールを提供する一冊です。読者はこの本を通じて、ビジネスモデルの革新に必要なスキルと知識を身につけ、実際のビジネス現場でそれを応用することができます。これにより、未来のビジネス環境に適応し、競争力を維持するための強力な武器を手に入れることができるでしょう。この本を読むことで、読者は自身のビジネスに対する新しい視点を得ることができます。ビジネスモデルの設計や見直しにおいて、従来の枠にとらわれない発想ができるようになります。これにより、今まで気づかなかったビジネスチャンスを発見することができるでしょう。さらに、ビジネスモデルキャンバスを活用することで、複雑なビジネスの要素を整理し、全体像を把握することが容易になります。これにより、ビジネスの各要素がどのように連携しているのかを理解しやすくなり、効果的な戦略を立てることができます。また、チーム全体で共有しやすい形式であるため、コミュニケーションが円滑になり、チームの一体感が高まります。本書に掲載されている実例や事例研究を通じて、他社の成功や失敗から学ぶことができます。これにより、自社のビジネスにおいて同じ過ちを避けることができ、成功への道筋をより明確に描くことができます。また、他社の成功事例を参考にすることで、自社のビジネスモデルに新しいアイデアを取り入れることができ、競争力を高めることができます。デザイン手法や戦略的アプローチについての具体的な解説を通じて、読者はビジネスモデルの設計や改善において、より創造的で効果的な方法を学ぶことができます。これにより、ビジネスの現場で直面する課題に対して、柔軟かつ迅速に対応する力が養われます。特に、ビジュアルシンキングやプロトタイピングといった手法は、アイデアを具体化し、実際に試すことで、より現実的な解決策を見つけるのに役立ちます。また、自己診断ツールを使うことで、自分のビジネスモデルを客観的に評価し、改善点を見つけることができます。これにより、継続的にビジネスモデルを改善し、進化させることができるため、常に市場の変化に対応しやすくなります。これにより、長期的な視点でビジネスを成長させることができるでしょう。デジタル時代におけるビジネスモデルの変革についての知識も得られるため、現代のビジネス環境に適応した最新のビジネスモデルを学ぶことができます。これにより、デジタル技術を活用した新しいビジネスチャンスを見つけることができ、ビジネスの成長を加速させることができます。総じて、この本を読むことで、読者はビジネスモデルの設計、
評価、改善に関する包括的な知識と実践的なツールを手に入れることができます。これによりビジネスの現場で直面する様々な課題に対してより効果的に対応する力を身につけることができるでしょう。そして未来のビジネス環境に適応し競争力を維持するための強力な武器を手に入れることができるでしょう。この本はビジネスの世界で成功を目指す全ての人にとって非常に価値のある一冊となること間違いありません。私たちが直面している市場はテクノロジーの進化やグローバル化、消費者のニーズの変化など多くの要因によって急速に変わり続けています。このような環境下で企業が競争力を維持し成長を続けるためには従来のビジネスモデルを見直し新しいビジネスモデルを創造することが不可欠です。ビジネスモデルとは簡単に言えば企業がどのようにして価値を創造しそれを顧客に提供し収益を得るかという枠組みです。この枠組みがしっかりしていないとどんなに優れた製品やサービスを提供しても持続的な成功を収めることは難しいでしょう。だからこそビジネスモデルを体系的に理解し設計するためのツールや方法論が求められているのです。ビジネスモデルキャンバスのようなツールはビジネスモデルの要素を視覚的に整理し全体像を把握するのに非常に役立ちます。これによりどの部分が強みでどの部分に改善の余地があるのかを具体的に把握することができます。またビジネスモデルのパターンを理解することも重要です。例えばロングテール戦略は少数のヒット商品に依存するのではなく多数のニッチ商品を提供することで収益を上げるモデルです。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康が整ってこそ真に豊かな生活が送れるからです。健康な体と美しい外見は自信を持って日々を過ごすために欠かせない要素です。そのためには適切なトレーニングと栄養管理が必要です。ここで私が紹介したいのがライザップの結果にコミットするプライベートジムです。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが特徴です。これにより個々のニーズや目標に合わせたカスタマイズプログラムが提供されるためこれまでダイエットやジム通いが続かなかった人にも最適です。トレーナーが一人一人に合ったプログラムを作成し無理のない範囲でのトレーニングを提供します。具体的には1日50分週に2回のトレーニングが基本で忙しい方でも無理なく続けられるスケジュールです。またライザップでは食生活やメンタルのマネジメントも重要視しています。トレーナーが食事のアドバイスを行い無理な食事制限をすることなく健康的に痩せることができるようサポートします。これによりリバウンドしにくい体づくりが可能となり長期的な健康維持が期待できます。さらにメンタルの面でもサポートがあるためモチベーションを維持しやすくトレーニングが続けやすい環境が整っています。ライザップの特徴の一つに30日間無条件全額返金保証があります。これは万が一満足できなかった場合でも安心してサービスを利用できるという点で非常に心強いです。初めての方でも安心してトレーニングを開始できる要素の一つです。また無料カウンセリングも提供しており自分に合ったプランを確認した上でトレーニングを始めることができます。さらにライザップは完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行います。これにより他の人の目を気にせず自分のペースでトレーニングに集中することができます。プライベートな環境でのトレーニングは特に初心者や自信がない方にとって非常にありがたい要素です。ライザップの結果にコミットするというテレビ CM で話題になった通りその効果には自信を持っています。健康的に痩せることができるだけでなく理想の体を手に入れるためのサポートが充実しておりリバウンドしにくい体づくりを目指すことができます。トレーナーが一人一人に寄り添い継続的にサポートするため長期的な健康管理が可能となります。ダイエットだけでなく健康管理にも特化したライザップのサービスは忙しい現代人にとって非常に価値のあるものです。特に健康的な生活を送りたい、体力をつけたい、ストレスを解消したいという方におすすめです。ライザップのプログラムを通じて
心と体の両面から健康をサポートすることができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。